練習終わりました。こっちがポケモンおじさんです。おじさんです。これが彼女募集中の今から練習に行こうと思います。おろす。練習向かいます。終了。自然が気持ちいい。いいよ。完璧。あ、今から健太くんがちょっといいテクニックを教えてくれるので、ちょっと明日から皆さんも使えると思うので、ちょっと見てってください。はい、健太です。クローズドガードで入って、すねを両脇の下に持ってきて、相手を上の方に煽ります。そしたら足が軽くなるので、ここで足をすくって、上から左足をかぶせます。で、ここまで来たら、このようなグリップを作って、今右足またレオングリップで、今僕の右足はアモンさんの左腰にあるんですけど、それをアモンさんの右腰に移動させて、ここでここで回ってきてバックステップします。で、このままついていって、はい、したらこんな感じになるんですね。そしたら左足を上に持ってきてロックして、で腕を泳がせて膝十字。ぜひ明日から使ってください。暗くないですか？そう、寒くなってきたんで練習終わって帰ります。1お勉強会 NOW です。じゃあ先輩、ステートフルな やり取りをやりましょう。はい。じゃあお客さんお願いします。こんにちは。いらっしゃいませ。まるまるバーガーへようこそ。ハンバーガーセットお願いします。サイドメニューは何になさいますか？ポテトで。ドリンクは何になさいますか？コーラで。プラス50円でドリンクを L サイズにできますが、いかがですか？ M でいいです。以上でよろしいですか？はい、かしこまりました。これは至って普通の会話に見えるんですけど、このように私たちの日常の会話はまあステートフルなやり取りみたいですね。じゃあ次はステートレスな、まあ HTTP のステートレス性をまあ体現した会話をやっていきます。じゃあ今度は僕がお客さんやりますね。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。まるまるバーガーへようこそ。ハンバーガーセットお願いします。サイドメニューは何になさいますか？ハンバーガーセットポテトでお願いします。ドリンクは何になさいますか？ハンバーガーセットポテトとコーラでお願いします。プラス50円でドリンクを L サイズにできますが、いかがですか？ハンバーガーセットポテトとコーラ M でお願いします。以上でよろしいですか？ハンバーガーセットポテトとコーラ M でお願いします。以上。かしこまりました。まあこれがプログラミングっていうか、なんですかね、 HTTP のステートレス性を表してるみたいですね。以上です。解散。向かいます。終了。おはようございます。うまっ。ネタがなくなってきたんで
もうここはなんか適当なことを話そうと思います。まず僕とこのおじさんがどうして知り合ったのかと言いますと、何でしたっけ、あ、そうだ、大学が一緒で、大学が一緒でなんだっけな、1年生の時に、なんか新刊とかサークル勧誘とか、なんかそんなやつあるじゃないですか。それで、なんか合気道部の、なんか体験会みたいなやつに行ったら、ちょっとこのおじさんがいて、なんか当時はもっと、なんかこんな優しそうな顔してなくて、なんかもうほんとヤンキーでギラギラしてて、で、方言で、なんか、しかも福岡の方言ってなんかきつく聞こえるじゃないですか。もうほんとヤンキーにしか見えなかったですね。まあ、そこが彼との出会いですね。続く。おはようございます。今からお仕事行きます。お仕事終わりました。もう多分道場ほぼ終わりかけの時間なので、今日は家に帰ってゆっくり寝ます。お疲れ様です。もうすぐお家です。8時間ぐらい寝ました。割と早く終わったので練習向かいます。食レポします、終わりました。まあ道場も空いてないと思うんで、近所のジムに行こうかなと思ってます。もう疲れたよ。いや、やっぱ筋トレはいいや。寝ます。おはようございます。今から練習に行きたいと思います。練習終わりました。もうめっちゃ疲れました。横が兄弟子のうーくんです。僕の100倍強いです。ニートになりたい。練習終わりました。こっちがポケモンおじさんです。おじさんです。これが彼女を募集中の須藤くんです。できたって、できたって、できたって、できたって。うるさい、うるさい、うるさい。11月、9日から16日までは、こんな感じでした。まだ、チャンネル登録してない方は、チャンネル登録、してください。で、今回の動画がいいねと思ったら人は、右下、あ、ごめん、左下のいいねボタンを、押してあげてください。で、これ大事なことなんですけど、大原くんがちょっとインスタグラムやってるみたいなんで、まあ別に見なくてもいいとは思うんですけれど、まあ見てあげてください。あとは、もういいや。じゃあ皆さん、ありがとうございました。1週間、これ結構ね、撮るのしんどいですね。なんかこんな大変なこと彼してるんだなって思ってちょっと驚きました。じゃあ、また皆さん、また会う日までおろす。